一木剛太郎は、日本の弁護士。森、浜田松本法律事務所、パートナー、初代日本司法支援センター事務局長、法テラス、東京所長、司法協会理事長等を歴任した。新潟県立高田高等学校を経て、一橋大学法学部3年時に、旧司法試験に合格。大学卒業後、最高裁判所司法研修所終了。 ワシントン大学法科大学院修了、LLM。ワシントン大学リサーチフェローを経て、浜田松本法律事務所パートナー。1996年、第2東京弁護士会副会長。2000年日本弁護士、連合会事務次長。法律扶助の問題に関心を持ち、日本司法支援センター設立に参画。2006年には、 初代日本司法支援センター本部事務局長に就任。2014年度東京地方事務所所長。2015年新日本連行、株式会社取締役。2016年、コカ・コーラウエスト株式会社取締役及び、DBJ プライベートリート投資法人監督役員、就任。2017年、一般財団法人司法協会理事長。 コカ・コーラウエスト株式会社監査役。2018年株式会社、ロッテホールディングストリシマリ役、電化株式会社補欠監査役、司法アクセス推進協会会長。この間、最高裁判所一般規則、制定諮問委員会幹事、ロージア、東京大会2017運営会議副議長等も、歴任した。2020年9月11日請挙。 ありがとうございます。